突然だが諸君は、大回り乗車というものを知っているだろうか？知っているも何も、今の時代知らない鉄オタさんはいないと言ってもいいはずよ。ということは今日は大回り乗車？100点満点の50点。え？今回は、大回りではない大回り乗車をする。どういうこと？それは路線図を見ながら解説することにしよう。あ、次に乗るのは28分発の直通快速ね。大和路快速じゃないんだ。それで言ったら工程は早くなるけどね。さて、奈良県内の JR 西日本路線を見てみると、奈良、高田、王子の3駅を点として、一周できるように描かれているのがわかるだろう。もちろん、奈良県内は大都市近郊区間の大阪版の範囲に含まれるため、大回り乗車は可能だ。しかし、そんな簡単なことをすると思ったら大間違いだ。今回は、王子と高田で改札を出る。それはもう大回り乗車じゃない。そうだ、今回は、大回り乗車をしない奈良県周回旅だ。ここから隣の駅までは片道160円、往復320円のところを、王子と高田で改札の入出場をするから、500円以上余計にかかるね。なんということだ。実際桜井経由でも OK 出ているからできることだよねこれ。王子側から回送の221系が来たね。おい待て、なんかステッカー貼っているけど何のステッカーだ？え？え？あーあれなら線の伏線化を宣伝するヘッドマークシールだね。ちなみに反対側は子育て向けの違うデザインになっているよ。そうだったのか。これはこれでありだ。大和路快速が来たがこれはパス。後の直通快速に乗るらしいけど、何か意味あるの？むしろ時間がかかるんじゃ？もちろんこの大和路快速に乗れば早く一周して201系だ。今日もお勤めご苦労様です。さて、これからやってくる直通快速に乗る意味だが、今年3月のダイヤ改正で、直通快速が207系及び321系の7両から、221系8両に変わる。彼らがこの運用に着くのも見納めになってしまうかもしれないのだ。それの見納め、取り納め、乗り納めの3王法則を達成するために直通快速を選んだのだ。3王法則？今回来た車両は321系だね。の運用が消えなかったらどうするの？その時はその時でいいんじゃない？いつもは先頭車両に乗り込むところなのに、今回は一番後ろなんだ。まあ、位置も関係しているかな？とりあえず、この321系直通快速で、途中の王子に向かうよ。王子到着。その6分後に大和路快速がやってくるみたいだね。奈良方面に向かう221系と一緒に出発したね。王子駅といえば、3号寄りの左カーブが見どころの一つだよね。それもあるが、ここ王子といえばあれも忘れてはいけない。今日もそこに201系がいるね。でもこの光景も、そう遠くないうちに過去のものとなっちゃうんだろうな。さて、和歌山線に乗り換えるのだが、次の電車は8時6分発。時間があるから改札を入り直すよ。そして受験生頑張れ。いきなりの応援の言葉。でも頑張ってほしいよね。で、その次の33分発じゃダメなの？それはダメだ。高田の寄り道ができなくなる。寄り道？おお、こんなところに雪丸くんだ。王子町のマスコットキャラクターとして馴染んでいるね。なんかだるまもあるらしいけど、そろそろ次の電車に切符で乗るよ。あ、また切符なんだ。IC 乗車じゃなくて切符で乗るスタイル、悪くないね。この切符はイコカの残高から買ったんだけどね。じゃあ改札入るよ。はい、わかりました。これ絶対対応の改札機が減っているよね。 IC 乗車が普及しているからだろうね。きっと201系が入線してきたよ。この後 JR 難波に折り返す普通電車だね。反対側の201系はまだ動かなさそうだね。そして今から乗車するのは227系線番台。反対側にもいるよ。え？え？
カプコン島だ。次の運用は何なんだろう。そういえば、去年桜が咲いていた頃にも来てたよね。その頃は9時29分発の電車で、五条に行ったよね。もうあれから1年か。あっという間だね。そういえば、その時に見た直通快速も 321系だったような。よし、そろそろ車内に入ろう。柏発車、この先、近鉄大阪線との立体交差だったね。運よく近鉄電車は来てくれるかな。すべてのドアがご利用いただけます。The next stop is JR Oido. 下一站 JR 武威堂。あっち大阪側から来た。4両と2両の6両編成か、何の運用だろう。手前で近鉄大阪線が近づいてきた。川を渡って踏切を越えた先でまた分かれちゃうけどね。あれ、さっき柏駅を出た後に見た。見えなくなっちゃった。方向幕を見ると急行っぽいけど。高田到着、53分発の奈良行きまで待つよ。30分ぐらいの待ち時間だね。あれも王子から来る電車だけど。この待ち時間でとある場所に行きたいんだ。そのためにこの電車を選んだのさ。行きたいところ、ここら辺に撮影スポットなんてあったかな。王子行きの227系が来たね。進行源氏になって、出発の時だね。ついでに見送っていこうか。前来た時は右側、和歌山線の御所方面に行ったけど、今回はこの後、左側の万葉まころば線、金橋方面に進んでいくよ。次和歌山線に乗る時はどこまで乗るのかな？ワンチャン和歌山県に入るかも、知らないけど。和歌山か、太平洋の絶景を眺めたいな。それ紀伊国線、多分阪和線周りで行った方が早いかと。あ、やっぱり。それじゃあ今から少しだけ撮影のために移動するよ。やっぱり撮影か。でもどこに行くの？さっき通った場所だよ。さっき通った場所？到着、踏切か。ここは近鉄の踏切もあるから、近鉄電車も狙えるね。しかも近鉄大阪線、特急街道だから本数も多い。和歌山線とは大違い。ちなみに今は咲いていないが、そこの高田川は桜の名所の一つだ。桜の名所？左右を確認してから渡ると。それするんだ。下のは普通電車、それも4両と2両の編成、4両側は2800系、後ろ8422系かな。えちょ、もう閉まっちゃうんだ。これも本数が多いからこそ起こりうることだ。大阪上本町行きの急行で、シングルアームパンタグラフに交換された方の電車だね。続いて来たのは八幡系日の鳥、桜が見頃になったら、いい1枚が取れるんだろうな。こっちのリリースで桜と鉄道どっち寄りなんだろう。どっちもってことでいいんじゃない。221系が来たってことはそろそろ時間か。あ、もう駅に戻るのね。ここから奈良に向かうことが今回の旅のメインだからね。レトロな切符売り場の案内板、そういうところにも時代の面影を感じるね。さっき切符だったからここではイコカで入ろうか。切符はさっきの1回限りか。改めて、8時53分発の奈良行きに乗車するよ。やっぱりやってきたのは227系線番台。この駅で3分停車するらしい。で、今度こそ前を確保するの？いや、ここはあえて後ろに乗ろう。明日は雨かな。おい、どういうことだ？2番台場の電車は万葉まころば線系の奈良駅です。この駅で約3分止まります。高田発車。ここからは万葉まころば線、別名桜井線だね。ご乗車ありがとうございます。桜井三輪方面奈良行きです。出店奈良まで各駅に止まります。次は金橋です。前の車両
一番前のドアからお降りください。The next stop is Kanahashi. 下一站金桥。다음역은 Kanahashi. 左方向へ分岐していったのが和歌山線だね。よし、ここでちょっと小話をしようか。ネタ稼ぎかな？否定はしないがその言い方は。さて、今やっている奈良県内鉄道一周旅だが、近鉄と JR 西日本を一緒に使えば幅がぐんと広がる。大回りじゃなくなるから、乗り方次第でいろんなルートが選べるね。例えば JR 奈良駅を起点にしたとしても、王子高田吉野口、近鉄で橿原平畑天理、JR で奈良というルートが出来上がる。乗り換え駅と乗り換えの道順さえ押さえておけば、郡山や御所での乗り換えだって可能だ。御所の場合はそんなに本数は多くないから、そこを気をつけておけば楽しめそうだね。近鉄は頑張っている方だけどね。そんな周遊旅、動画の内容として取り上げる可能性は？それはそれで面白そうだけど、無計画で成り立っているチャンネルだからな。無計画の割には計画性がある時もあったような。金橋です。折口は左側です。 We will soon arrive at 金橋。列車即将抵达金桥。後ろの車両のドアは開きません。前の車両、一番前のドアからお降りください。切符、運賃は前の運賃箱にお入れください。定期券、イコカなどは乗務員にお見せいただき、駅の改札機にタッチしてください。段差がありますので、足元にお気をつけください。金橋駅に到着。イオンモール橿原へはこの駅が最寄り駅。うねぎ手前で、近鉄橿原線と立体交差、かぐやまと桜井の間で、近鉄大阪線と並走。この区間は、近鉄線がしっかり車窓から見えるね。大阪線との乗り換え駅、土休日はここ桜井を起点に本数が変わるよ。え、そうなの？桜井で折り返して奈良に向かう便があるからね。実際土休日と平日で時刻表を見比べるとわかるよ。あ、こんなところに保線車両が。続きまして三輪駅、大神神社の最寄り駅で、お正月は初詣のお客さんですごく混雑するとか。こちらは天理駅。近鉄天理線との乗り換え駅だね。1番線と2番線のホームは、夜まで車両が来ないらしい。ご乗車ありがとうございます。奈良行きです。終点奈良まで各駅に停まります。次は、一の本です。前の車両、一番前のドアからお降りください。The next stop is 一の本。下一站、リーベル。3の分、一の本です。もう間もなく天理電流線を通り過ぎるんだけど、何か止まっていないかな？
何もいないね。日中は閑散としているよね、ここは。京橋を過ぎてしばらくすると高架線に上がっていくよ。左に見えていたバラストは急線の上りかな。잠시후정차역은종점나라입니다오지대소지가보방면은야마토지성으로교토방면은나라선으로갈아타시기바랍니다大和路線と合流。あそこに205系が止まっている。京都行きの普通電車として準備しているのかな。あれ、この子名番台、千番台じゃない方だったか。駅でお渡しいただき、イコカなどは駅の改札機にタッチしてください。奈良到着。3番乗り場に停車している9時45分発の大和路快速で、隣の郡山駅まで乗って今回の一周旅は終了だよ。あれ、もう終わり。2時間半くらいで回れるんだ。ちなみに、最初に乗らなかった郡山7時20分発に乗った場合は、2時間きりで帰ってこれるよ。今回それより時間がかかったのは、すべて直通快速のためってことか、とか話していたら205系がこっちにやってきたよ。快速で奈良駅発車だね。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大和路快速大阪行きです。大和小泉、大和小泉、大和小泉、中央線、天王線、新宿線、改正も大きな改正になりそうだ。私は大阪駅の埋め地帯エリアが気になるな。大丈夫、絶対行くはずだから。あの主の場合、行かないなんてありえないもんね。多分リリーがその時を呼ばれしそう。そんなこと言わないでくださいよ。そうだよ、どんだけ出番取る気だよ。そんなこと言われても。高根もしかして結構出演したいタイプ。他にも奈良線の伏線化とか、いろいろな効果がありそうだし、どう動くかこれから気になるな。郡山到着。これにて今回の鉄道旅は終了。見送ったらそのまま帰るぞ。了解しました。次の行き先はどこかな。